ョコー・ウェルは、イギリス出身、アメリカ在住の歴史小説家。イギリスを舞台とした歴史小説を多く執筆している。本国、イギリスやアメリカのほかその他の国々でも代表作、シャープシリーズや小説アーサー王物語など多くの作品が翻訳されており、日本でもその一部が出版されている。1944年、ロンドン生まれ、 カナダ人の空軍パイロットとイギリス人の婦人補助空軍に所属していた女性の間に生まれるが、その後すぐに養子に出されてエセックスで育つ。ロンドン大学を卒業後、教師を経て10年間 BBC でプロデューサーなどを務めた後、妻の関係で1980年にアメリカに移住したことを機に小説を書き始める。 2006年にはその功績により、英国王室から大英帝国勲章が贈られている。他の連作長編小説には、南北戦争を題材にした、スターバックシリーズ、聖杯探索を扱うザグレールクエストノベルズがある。一貫完結の小説としては、太古の時代の諸部族による、ストーンヘンジ建設とそれをめぐる構想を描く、巨石神殿ストーンヘンジ。 100年戦争のイングランド、軍長級兵部隊を主役にした、アジャンクールなどがある。また、初期には、海洋ミステリー小説を執筆しており、これには、殺意の海へ、路線で得る家の嵐、嵐の絆などがある。ありがとうございます。